代表宣伝隊でございます。どうか本日の例えば小沢の茶番劇、事実茶番劇に皆さん騙されないでもらいたい。こんな安っぽい涙を見せて僕はやめます。僕は真面目でした。僕は一生懸命でした。こんな小学生が言うような泣き言で日本の1億の国民と生命財産を預かる人間としては失格であるばかりか、犯罪とまで言っても過言ではないと考えるわけであります。こちらは総合全国地方委員会、頑張れ日本全国労働委員会の代表宣伝隊でございます。私たちは本日突然のように仕組まれて発表されました鳩山由紀夫総理と小沢一郎幹事長の嘘っぽい辞任劇、安っぽい安手のお涙頂戴辞任劇を表彰し、国民を舐めるなよと、国民を馬鹿にするなよ、そんな安手の勘違いで再び国民が民主党に同情して一票を入れるなんてことはありませんよ。そのことをはっきりと暴露をしなければならない。次にしなければ皆さんと共にこの事実を確認し、私たちは二度とこの民主党の基盤依然に対して労を突きつけよう。このことを本日緊急の代表宣伝活動として立て上げました。私たちは渡辺の御党派の国民組織であります。どうか二度とこのような民主党の基盤、そしていい加減な政治、これに対してはっきりと党を突きつけなければなりません。こちらは総合全国地方議員の会、あったら日本全国労働委員会の代表宣伝隊でございます。